スポーツファンの皆さんこんばんは亀山敦人ですこんばんは m b s アナウンサーの亀井真亮ですはい、そして今日の亀友はシレス大阪森島博明ですよろしくお願いしますしお願いしますお盆休みとかその前後でいろいろバタバタしておりましたが、うん、今日がなんと放送 通算203回でございまして、はい、2009年4月に放送スタートさせてからいつの間にか200回を超えてました、はい、7月29日だったと思います200回は。でなんかやらないかんかなと思ってたんですが、はい、ディレクターが亀山さんに相談しましたところ是非、はい、ゲストとしてお話を伺いたいお会いしたい人がいるんだけどいいかなという提案を受けまして、はい、で交渉して OK! ということだったんですよね、はい、で今回はその200回記念のスペシャルインタビューを皆さんにお聞きいただきたいと思います先週予告しましたねあの伝説のバンドボーイそのドラマーでいらっしゃいました、うん、高橋誠さんと先日対面をしてきました、はい、亀山さん振り返っていかがでしたか先週の話ですが緊張しましたね <laughs> もうですからその日の夜の運営は、ね、先週は東京でやりましたけど、はい もう岡さんの話半分で <laughs> そう昼間高橋さんにお会いして <laughs> その後とサダさんと生本番だったんですがどっちかっていうともうサダさんはおまけみたいな感じですね亀梨 <laughs> さはもうやり言ったからサダ <laughs> さんは普通にやってくれると思ってますので <laughs> リラックスしておませで、はいはい、森さんは、はい、そのまあサッカー界以外でも結構なんですけど、はい、この人に会いたかったとか今でも憧れですっていう方いらっしゃいますか俳優さん歌手。 俳優さん僕でもね高校時代ですね、うん、あの中村あゆみさんのあのずーっと CD とか聴いてまして、ね「はいはい、翼の折れたエンジェル」は会いたいなと思うのはパッと言われて今思ったのがそう思いましたけどね。アスリートの方スポーツ選手の方必ず、まあ、現役時代学生時代ずっと聴いてた音楽あるいは憧れのミュージシャン、うん、いらっしゃいますよね。すごいだからその同じ そ職種じゃないけど、はい、じゃない人って本当に遠いのよね、はいはあ、憧れでしかない例えばまあテレビの収録なんかで芸能界のタレントさんとか、はいはい、俳優さんとか女優さんとかお会いしたりするとわーっていう感じですかよ、ね、いやそれはそうでしょう、うん、ただそれを出さない っていうしょうがり感を出してるよね俺 <laughs> も阪神の亀山だというところはそこまで思ってないんだけど <laughs> ここであのバタバタしちゃいけないと <laughs> そうですね、えー、いうなすごくあるんですよね今日はそんな高橋誠さんのスペシャルインタビューをお聞きいただきますまた放送第二回に初登場以来今日が三十九回目レギュラーゲストでは最多出演となります森島博明さんに後半はユータル J の特別編セレッソと私と いったタイトルでいろいろとセレッソ大阪のヒストリーも含めて伺いたいと思っております。公演の題材みたいな。<laughs> 私ね。そうです。<laughs> 放送中もずっとセレッソとお話し伺ってきましたので、ね、はい、ここで改めて振り返ってみよう、はい、ということでございます。はい、番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。カメトモアットマーク mbs 一一七九ドットコムカメアットマーク mbs 一一七九ドットコムでフリーテーマなんですが、例えばですね。はい。 私が亀友を知ったのは、これがきっかけでしたとか、うん、初めて聞いたのは何年前のあの日でした。と、はい。いうようなのもいただけたら嬉しいかなと思い、ね。助かりますね。はい。え亀友アットマーク mbs 一一七九ドットコム。また番組の公式ホームページにも、メールの送信法もあります。紹介させていただいた方には、番組のノベルティ。亀友明石のりをプレゼントしております。はい、それでは七時まで、よろしくお願いします。 最初のコーナーは「亀友スポーツジャーナル」先週から今週にかけてのスポーツの話題について亀友森島裕明さんと亀山もさんお話を伺ってまいります。はい、まずはこちらから熱プレー球セパ両リーグ熱戦が続いていてま,まずタイガースはカープスワローズと対戦して4勝2敗広島の最終戦からヤクルト3連勝ということで4連勝ですね亀山さん。うん また昨日はまた藤浪晋太郎投手がナイスピッチング。 高卒新人での急勝は2007年の田中雅宏投手以来6年ぶりセ・リーグおよびタイガースでは昭和42年の江夏投手以来46年ぶりということです、はい、まあ記録を上げればキリがないんですが投手陣頑張ってます土曜日のスワローズ戦では鶴投手が先発し7回を4安打無失点3年ぶりの先発勝利で3勝目。また えー、リリーフの方では高卒ルーキー背番号562年目ですが松田龍馬投手が注目を集めています今週は2連投しいずれもゼロ風プロ初登板だった7月13日のベースターズ戦から14試合15イニング失点なしということになっています。うん、若い力も含めて亀山さん ピッチャー陣もどんどん新戦力調子上がってきたような気がします。そうですね。本当はだから最初に言った現有戦力で勝っていくのが当たり前なんでしょうけど、うん、まあここに来てちょいちょいこう若い選手もあの出てきてるってのはまあ。 先週貞岡商事さんがおっしゃってました、はい、ジャイアンツそして2位の阪神タイガースそれぞれの順位を独走中であると、はい、巨人が一番嫌なのは、うん、阪神がある程度クライマックスシリーズのことも視野に入れて切り替えてこられるのが実は一番嫌だと、うん、例えば6人目の先発投手、はい、どんどん若いやつを試してくるとか、うん、あるいは野手の方も若い選手を使ってくるなんていうのが逆に怖いんだというお話をされてましたが。はい ちょっとそんなな展開にもなりかけてますよ、ね、まあそれだけじゃなくてやっぱり西岡選手福留選手、うん、久保選手少しね一回落ちた選手たちがきちっと戻ってきてますので、はい、そういう意味では新旧、ねうん、若手中堅ベテランこの辺がガチッとこう歯車が噛み合い出してきたかなという感じはしますね。森さんやっぱりサッカーもベテランだけでは勝てない若手だけでも難しいですよね。そううですね,ですねだから今言われたように、うん、やっぱ どちらかだけでいくとなかなか偏ってしまいますけど若い力というのもやっぱこう戦っていく中ではすごい重要なポジションですしね、はい、で若い選手だけだと今言われたようにこの大事なところでし、うん、試合が締まらないですよね。そういう意味ではやっぱかみ合ってきた時の力というのは大きいでしょうね。要はババラランンンススよねねですねバランス、えー、ゲーム差ジャイアンツ マジックも消えました、はい、ここでちょっと色気出したいところなんですけど、ね、出したいところですけども自分たちの野球をしっかりやりゃいいと思いますよ、うん、ドラガ頑張っとんじゃねえかこれドラゴンズ <laughs> ジャイアンツ <laughs> あの勝ち越しだでねそういうことよタ <laughs> イガスちゃんと自分たちの野球やってるあとは周りの問題なわけかねドラゴンズも切り替えてね高橋周平とか使わないといけんのだわそうなってきた時にそのやっぱり タイガース以下の4チームも入れてね、はい、ジャイアンツを上手に叩くっていう形になっていけば、うん、これは面白くなると思いますよ、うん、さあ、タイガースですが、明日からは横浜 d n a ベースターズ戦です。うん、予告先発、発表されてます、横浜が三浦、タイガースはメッセンジャーという組み合わせですね。いはい、この辺はいけると思うんですけど、d n a ちょっと分が完成度が悪いのよね。<laughs> なぜか DNA が阪神戦の時だけ調子が良くなるんだよ <laughs> でジャイアンツにボコボコ負けるとボボコボコに言われるれるというねこれ <laughs> 先週サダさんも言ってました「はい、中畑監督がジャイアンツに勝ちたいんだよ」と放送してながら2人とも思ってたよね。<laughs> ほんまですかって,って、<laughs> 裏で繋がってんじゃないですか。あったけど,んたけどほんまですかって、そうじゃないって、されてました。本当に勝ちたいらしいよね。えー、タイガース DNA にぜひ勝ち越してあるいは連勝していただきたいと思います。はい、一方パリーグオリックスバファローズは苦戦中です。ファイターズマリーンズと対戦し一勝四敗順位はファイターズに逆転されて六位となっています。借金は八。 あの傾向としてはですね1勝1敗で迎えた3戦目が取れないんです、うん、勝ち越せないんです、はい、え今シーズン全体で1勝1敗で迎えた3戦目は1勝10敗1分け悪いね3つ目が取れないんです悪<い>これどういうことなんですか3つ目が取れないというのは亀山さんうーんえだから 結局どううなんだろうこういうこと言ったらあれだけどやっぱり細かい野球ができないというかうそのガンガン打ち合いする時はまあまああのチーム構成上強いと思うんですけど細かいプレーでやっぱり1点をもぎ取って守っていくという形を取らないと、はい、それこそドラゴンズが好きな野球ねああいう野球をすることでやっぱりあの連敗をしないっていうことはしやすくなりますよね。 拾っていく繋いいいくく繋でという,ところそうだからロースコアゲームに若干難があるんじゃないかな、うん、イメージですると。もちろん森脇監督そういうところを勝ちたいという気持ちは終わりになるわけですが、はいえー、昨日あの勝ち方ができて今日につなげなければいけないのに悔しいの一言だと。 昨日の敗戦の弁です、うんえー、最近調子変わりな先発陣の手薄さも原因の一つなんですが打戦にも今一つ元気がなくてつながりがないということです、うん、さらにバッドニュースが続きます、えー、岸田投手が火曜日のファイターズ戦8回から登板したんですが鶴岡選手のセンター前ヒットにジャンプでキャッチングを試みた際右足の甲を痛めて負傷交代 人体の炎症と診断されました登録抹消されてますグギッという音がしたまだ痛みがありますと直後はコメントしたということです、はい、一方パリーグで忘れてはならないのがプロ野球新記録です金曜日の楽天イーグルス対埼玉セーブライオン戦イーグルス先発の田中雅弘投手は8回5安打ダー1地点で今,、えー、今シーズン無傷の17連勝そして昨シーズンからの連勝記録が 元ジャイアンツの松田投手、元西鉄の稲尾投手を超えてプレ野球新記録の21を達成しました。うん、まあ先週も佐田岡さんと話をしましたが、明らかに今年は一川も二川もさらに成長した田中マークですよね、はい。まあ本当のエースだね、これはもう。あのインターネット上ではですね、はい、奥さんの里田舞がものすごい激賞されてます。<laughs> <laughs> ベタボメ、はい、料理が全然。 ものすごく栄養のバランス疲労回復を考えてブログなんかにもアップしてるそうなんですがさすが里田衣揚げまんだというようなことが書いてありましてなるほどねジュニアアスリートフードマイスターかなそうですね所属したって書いてありましえね俺も勉強してんだけどまだ取ってないから調理し免許ありますからね食事っていうのはやっぱり大事ですよね大事ですねそうういののを献身的にやってくれるとねあ 嫁さんのせいでって言われかねないあ<ー>奥様だからそうか結婚した直後悪ければ奥さんのせいになるしよ、うんね、ければ褒められるしまあしては芸能界におられた方だから余計ね、うん、だからそれもお互いがその助け合ってるっていういい形一番いい形じゃないですかはい、うん、え注目される今後の記録としてはその稲尾投手が持つ1シーズンの連勝記録である20連勝が視野に入ってくるということだそうです変、はい、わってはサッカーです 4位に浮上プロサッカー J1 は第21節が行われ森島さんがアンバサダーを務めるセレッソ大阪はホーム・緊張スタジアムで清水エスパルスと対戦4対1で勝利していますセレッソの持ち味攻撃力がいかなく発揮されました勝ち点がこれでセレッソは36大宮アル,アルディージャを得失点差でかわして4位に浮上となりました 柿谷陽一郎選手この試合もゴールを決めています2対1で迎えた後半の40分シンプルシオからのパスを受けた柿谷君は右足の絶妙なトラップから相手が反応できないような速さで左足を振り抜いてシュート美しいループがゴールキーパーの手をかすめてネットを揺らしましたこれ素晴らしいゴールでしたねそうですねなかなかねやっぱりこうマークが厳しいんですよねでなかなかいい形でボール入らなくて このシシュートシーートンもマーク疲れてたんですよ、はい、であんまりこうシュートスペースはないのを自分がコントロールでちょっとマイナス気味にコントロールしたボールを左足で思いっきり打つとねキーパーっていうのはそのタイミングを見てこうキャッチしやすいんですけどはい、はい、そこで力を抜いてフォークボールみたいなやつですよ。はいはい、ちょっとこう力を抜いてタイミングをずらされたボールやから触ってるんですけど弾けずにそのまま入ってるんですよ。なるほど 僕というチェンジアップかなチェンジアップですかね抜いてくるそうそうですねまっすぐのタイミングで行くんだけど少しタイミング遅れてボールが来るそれですねチェンジアップですよ僕はどっかに落ちてますね落ちてはないですねそうだねはいやっぱ三十九回目のコンビとなるとね通訳もできるといういやしかしモリ氏もねいよいよこれ野球に例えるようになって脅威だねあもう本当脅威だねチェンジアップですよチェンジアップよオッケーお話の中にありましたマイナス方フってのはゴールに向かっていく ではなくて一旦ちょっと引,き引いといて、ね、逆方向にボールを運んでおいて、うんはい、相手から遠い方ですね、ゴールの方には相手がこうブロックしてるんで、あえて相手の離れた方にということですよね柿谷陽一郎選手はこれで今シーズン13ゴール目、代表の親善試合からは中2日と日程はハードだったんですが、それについてはいえ逆ですよ、代表で試合を重ねてコンディションはいいですからと。 言い切りました、うん、つまり試合を続けていて非常にハイな状態でキープできているとまあ弱音は吐かないという心構えかもしれませんが、はいはい、相手ディフェンダーから激しいマークを受けましたがここぞの場面でしっかり結果を出している、うん、ということですクルビ監督の試合後のコメントスペクタクルな試合をお見せすることができたと思う四つのゴールはいずれも我々の決定力が上がってきていることを示している 頂点に立つため我々はステップを上がっている段階ではあるが皆さんにも若者たちが真の勇者に育っていくプロセスをともに楽しみ見守ってもらえたらと思うよとコメントしています。うんいいですね真の勇者ねもうクルピゴロフ服もちょっと出しなくべきだったかな。もうどんどんかっこよくなっていってね昔は俺のブラジル料理の店よろしくなんてそんな感じかさ嘘みたいですよねほんま <laughs> あと十三試合ぐらいこの J1 は残ってるんですが、さすが今のところ首位が勝ち点四十四の横浜フマリノス、はい、四十三で二位がサンフレッチェ広島、勝ち点四十の三位が浦和レッズで三十六がセレッソ大阪ということになっています。この差一位までのストローク、森さんはどんな風にご覧になりますか。まあ直接対決もありますし、やっぱり今までセレッソって最後の最後で。 優勝のタイトルを逃してきてますから、はい、逆に今度はこの勝ち点差をじわじわとね、うん、縮めていってっていうなんか僕はそういうのがあるんじゃないかなと思ってますからまあ十分いけると思いますよ。 阪神追いい上げてほしいですよね,すね今後の日程ですが8月24日の土曜日がアウェーで名古屋グランパス戦28日の水曜日がアウェーでベガルタ仙台戦そして31日の土曜日、えー、夏休み最後という子どもたちも多いかもしれませんが長井スタジアムで川崎フロンターレ戦ということになっています。うんうん、ぜひ長いにい 大久保芳生は今調子いいんですよはい、ってもらってますからねいるんですよねはいその一戦も楽しみですねだそういうところバチッと止めて勝つと、うん、勢いつきますよねつきますつきますねはい。続いてもサッカーの話題です勝利はならずサッカー日本代表とウルグアイ代表が親善試合で対戦し四対二でウルグアイ代表が勝利しました 本田圭佑、香川真司も招集されました。そして、ワントップに柿谷くんが入ったんですが、四、うん、対二っていうほどの感じでは正直なかったんです。ゼロ三から香川選手が決めて、一三から本田選手がフリーキックという展開だったんですが、どちらかというと。はい 失点のシーンが目立ったウルグアイ強えなと思わされた試合でありました。森さんどんな風にご覧になってましたか。まあそうですね。まずまあウルグアイとねこうやって試合ができるっていうのはやっぱりすごいなと思いましたけどね。はい、なかなか昔ではこういうね強いチームとなかなか一戦をねこうできるっていう機会も少なかったですから。まあすごく楽しみにしてみたんですけど今言われたようにねもう失点のシーンっていうのが。 っていう一瞬の隙を突かれてそのワンチャンスをものにされていたっていうのが日本のこうリズムっていうものを、ね、うまく作れなかったのかなっていうボールを動かしながら、まあ、相手を崩していくって、まあ、今非常にボールを持てる選手が多いので、はい、まあそういう時間を作らせてもらう前に、うん、逆にこうやはりこのウルグアイのね少ないチャンスをしっかりものにできるっていうワールドクラスの,その一戦っていうのを まあできたんじゃないかな対戦できたんじゃないかなという印象はありますけどねで、まあ、我々もそうですけどそのディフェンスについてやはり課題があるというイメージで見てしまってるから余計かもしれませんね、うん、だからそこが気になるんですよね、うん、失点シーンが多かったコンフェデからずっと割と得点を取られてるで、はい、これが修正できてるのかっていう話だったんですが、うん、そうでもないんじゃないかというふうに見えました。うんうん、ただ 放送開始前に我々ちょっとモンさんに伺ったんですけれども、はい、例えばセンターバックの選手を変えるとかうん、うん、思いっきり引いて前のワールドカップみたいにカウンター戦法に切り替えるっていうところもちょっと違うんじゃないかという話ですよね、うんはい、むしろ相手に対してどう対応するかっていうところをきちっと詰めるべきだと。うん、まあそうですねまず出させないっていうところもすごく大事ですしやっぱ日本の攻撃の形の良さっていうものは出していかないといけないですから。うん まあそういう意味で言えば本当にスタイルを全部変えてみんなが守ってというよりもやっぱりこういう強い相手の時に一本でああやってやられるっていうところをうまくこう修正をしていくっていう誰がじゃあどういう役割でっていうところをは,はっきりやっていけばまあ十分この1年間まで来年までのワールドカップの中で考えると僕はまあいい敗戦をしてると思いますけどね。 あの守備のラインを上げてコンパクトに保とうとすれば、はい、森さんおっしゃったようにボーンって裏に出された時に対応が難しくなりますすよねねそうでやられたシーン以外のシーンでも本当に危ないシーンっていうのは作られてますから、はい、まあそう考えると、まあ、言ったらもうディフェンスのポジションっていうのが危ない前のポジションの修正っていうのも早くしないとうん、うん、もちろんそういうふうにね亀、まあ、さんも言われてましたけど危ないと思うところに、はい。 早くポジションを取っておけばまあフライであったりそういうボールを打たせるとかじゃないですけど、どうん、まあそういうところのケアっていうのもしっかりやっていかないといけないでしょうし、ね、まあまだ時間はありますから、はい、ね。これ今後修正できるできますね。十分できます。時間はありますよね。はい、しかもやっぱいろんな選手たちがまた競争っていうのもこういう形で出てきますから、うん、どんどん活性化されていきますよ。それ期待しましょうよもう。続いては世界陸上です。 三冠達成世界陸上モスクワ大会男子 400m リレーの決勝が行われジャマイカが37秒36で金メダルを獲得ジャマイカのウサイン・ボルトは2大会ぶりに三冠を達成です 100m200m の個人種目にこのリレーで3冠ということですよね。うん、カール・ルイスマイケル・ジョンソン女子のアリソン・フェリックスに並ぶ大会史上最多8個目の金メダル獲得となりました。すごい 一方、日本もリレーでは検討しました。決勝は6位。あの個々の選手ではなかなか決勝まで進めない中、はい、チームの力で頑張ったということですよね。うん、亀友にも来ていただいた。現在は日本陸連の短距離部長である伊藤浩二さんがコメントをくれました。リレーはアンダーハンドパスの優位性を生かして、何とか挑戦してもらいたいという気持ちで日本チームを見ていました。あの。 バトンを受け渡しするときにアンダーハンドパスにするかオーバーハンドパスにするか2つやり方があるんですよね、はいはいで。アンダーっていうのは高いスピードを保ったまま受け渡しをすることができるメリットがある、うん、ただし、うん、練習がいろいろ大変だと必要だというデメリットもあるんですが、はい、これをうまくやってくれないかという気持ちで伊藤さんはご覧になってた。うん、日本ののリレーの伝統を引き出してくれたと思います、うん、よく個人で予選落ちをしてきた集団でここまで行ってくれたなという感じです。決勝は やはり私たちの時代からそうなんですがまず個人で戦えないと太刀打ちできません強豪国のバトンがきれいに渡るときつい。 次回以降は個人で決勝に進む選手が2人以上抱える状態でん4人の選手のうち最低でも2人は決勝に残るようなランナーがやっぱり必要だというのが伊藤さんのお考えただまあまあその気力も含めていい経験をしたんじゃないかなと、うんはい、世界の壁っていうのを感じただけでもまたやりがいって出てくるでしょうからねさっきのサッカーじゃないですけど。はい と思ったのは亀友でも再三紹介しているウサイン・ボルト、はい、マンチェスター・ユナイテッドの大ファンで <laughs> もう何なら俺もう走るのやめてシンジ香川とサッカーやろうかなって言ったんですが本気出すとやっぱりボルトはすごいですね <laughs> すごいであのポーズもなんか余裕があるもんね最近ね<や>弓矢のね <laughs> バシッといかないもんねフワっとポーズするから <laughs> カメラマンこっちだから <laughs> 来た来た来たやる,やるよやるよみたいな感じでしたよね いやいやもう楽しかったですね世界陸上も、うん、はい以上亀友スポーツジャーナルでした亀友スポーツマンでお送りしています今日は放送200回を超えましたスペシャルということで、うん、特別インタビューをお届けしたいと思います、はい、もう皆さんお気づきだと思いますがこの亀友スポーツマンで放送で使わせていただいている音楽のほとんどは ボーイの楽曲なんんですよね亀山のむさんが大ファン高校時代にはコピーバンドまで組んでいたと、うん、それぐらい大ファンだはい。でぜひ亀山さんにそのボーイのメンバーの方に合わせてあげたいという夢を叶えてあげたいという企画でございましてここここれで緊張したたともなかったね最近ドラマーの高橋誠さんがそのオファーを快楽先週東京スタジオで収録をしてまいりました。はい お聴きください。さあ、ということで、亀山さん、はい、今亀山さんの目の前には憧れの方、元ボーイのドラマ高橋誠さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。 亀山さん、はい、なんか喋んないとほら <laughs> いやいやもうやっぱりね <laughs> あの「亀友スポーツマンデー」がスタートしたばかりの2009年に、えー、番組へのおめでとうメッセージを高橋さんからいただきましてその説ありがとうございましたいい番組でも何度かご紹介していますがとにかくこの「亀友スポーツマンデー」の効果音とかテーマミュージック全て防衛で統一させてくれと、はい、最初に言ったのが亀山さん。 そうです。はい。え、高校時代にコピーバンドを組んでらして、はい、その時はベースを担当してたんですが。はい、ベースなんだ。ベースですね。へ<ー>一生懸命ベースを混ぜやらせていただいて、金谷中央高校野球部以上にバンドに熱心に取り組んだという噂もあります。そう、太ね、まあ野球も一緒にもやってましたよ、ちゃんと。<laughs> はい。あのライブ行かれたんですよね。鹿児島市民文化ホールでした、はい。そうですね。 はいはいはいまああのんて言ったっけあそこは港の方にある近郊ああそうで近郊寄りのねそうですその時にまあ目にした高橋さんと今の高橋さんとどうですか印象自分が変わってなんですけどほとんど変わらないですねああそうですね体形ほとんど変わってないですねスリムなままで今でも当時のズボンとかまだけますもん あのう年今年他社が五十九歳でいらっしゃるんですけどね。はい、もう年も年明けると六十になります。はい。か若々しくていらっしゃる。おかしいです。あとあのずっとこうモンそうでしたけど映像見ててもですねあの高島宏さんってやたらこうスティックを投げてる印象があるんですけど。はい、はい。 一つはさにもなってたのかなっていうぐらい、いいスローイングしてるんですよね。あれ。あ、そうなの。いや、あんまりね、こう一押し投げると、お客さんにあ、あ、こう。刺さったりしたらいかんと思って、ちょっとこう、こう、なんつうこう、こう、横、横回転にしてるんですよ。うん。結構遠く投げてたんじゃないですか。まあ、東京ドームはね、もう、どうなるかわかんないらいいやみたいな、思いっきりぶん投げてましたけど。でも伺いましたら、熱烈な阪神ファンでいらっしゃいそうです。え、高橋さん、いつも子供の頃からですか。 そうですね小学校、まあ、あの僕はね東北の福島の出身なんですけど、はい、あの東北の方はねみんな G しか知らないんですよ。大体、ね、ジャイアンツファンの方が、うん、多いんですけどなん、はい、でって言われると、まあ、うちの親父がちょっとひねくれててちょっとアンチ G だったんで。 なんかその血を引き継いだというかはか、い、高橋さんが熱心にご覧になってた頃のご秘域の選手で言いますと例えばどうですか誰だ？やっぱ村山さんとかねあ,<ー>どどうあやっぱ俺駆けふ好きだったんだよな掛けふとあと田口田口さん、はい、田口さんのホームランはね俺日本一かっこいいと思うあの打ち方、はい、本当に <laughs> ちなみに、うん、亀山勤選手のことはどれくらいもちろんもゼロゼロ番はねすごいあの今はねかなり大きくなられてますけど昔 じゃちょっともっと細くてさ、はい、あのこうストッキングをぐっと上に上げて、はいはい、ねすごいなんかちょっといい感じであの通るしたりとか、その動きがこう軽やかで良かったんですよね。瞬、はい、速強健。どうですか亀山さん？はい、あのー。 さっき打ち合わせの時は眼鏡で打ち合わせしていただいたんですがちょっと違うなともう一個雰囲気出すとっつってボーイ時代のサングラスに変えていただいたのででもね亀山さん当時ライブを見に行った亀山少年が阪神タイガースに入ってそして引退して番組で高橋さんにお会いになってるっていうことを考えると不思議な気がしますよね。不思議ですまあか やっとこうタイガースに感謝できると言いますかね。<laughs> いや、だから、<laughs> 来, <laughs> 来られるけど。<laughs> <laughs> いや、<laughs> それはね、あのミスター長島さんとか、王 <laughs> さんとか、落合さんとか、いろんな方にお会いしますけど。はい、その緊張感と全く違いますからね。え <laughs>、はい、だって、三十分前ぐらいに、我々のこのスタジオに入ったんですから。はいはい もうそわ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 してちょっとタバコ吸ってきていいかなとかっ <laughs> 長島王さんぐらいすか。いやある意味それ以上かもしれんって言ってましたからねいやいや本当にこうなんて言ったらいいんですかねこう野球の憧れってのは本当にちっちゃい時からですけど、うん、その僕も中学校奄美大島からその下宿で高校行ったんですね<ー>でその時に聞いて下宿で寝る時にも聞いて。 で今もうやめてからどんなたまに好きな音楽言ってくださいって言われたら全部ボイ言ってもうそろそろ棒をちょっと外してくださいって言われてもボをイをしてるっていう感じなので <laughs> でも野球そうスポーツしてる人って結構好きだよね俺ね、はい、あのなんだっけ今オリックスのええとあのでかいやつなんだっけ T 岡だじゃなくて、えー、と伊らしくんですかあ なんか同級生の子があれちょっと知り合いになってはい、はい、でその子は伊藤や毎朝俺があのマリオネットで叩き起こしてたんだとみたいなことを言うわけ、えー。<laughs> なるほどね。だから我々よりもまた若い世代の糸藤選手がやっぱりボーイの音楽がいいと、はい。<laughs> そうですね。だからイト君なんかがマリオネットだって言われたら、ああ俺らもっと前から知らなって思いますけどね。<laughs> あえて言わしていただくと。<laughs> <laughs> でも亀山さん、はい、あのボーイが最初に好きになったきっかけ、初めて聞いた時の衝撃っていうのを覚えてますか。僕はもうね、あのドリーミングだったんですよね。うん、あれがこうやたら友達も含めて流れてる時に、今まで聞いたことがない感じ、はい感じのリズムっていうか。うん それずっっとこう入ってきたんですよ、まあ、ちっちゃい時って大体我々ベスト10世代でそういう音楽ばっかり聴いてきてるんでしょうけど、はいうん、全くこう今までと違う感覚で入ってきた高校、まあ、ちょっとこう背伸びするぐらいの時にちょっと新しいのがグッと入ってきてそれがずーっとですね、えー、でまた、あのー、あの当時4人でやられてたじゃないですか4人僕らがしたら全くこうミスできないんだよね <laughs> って思いながら見てるわけですね。えー <laughs> ちょっとサイドギターでごまかすとかではなくてあのアイドルがやってるふりしてやってないとかいう流れで言うとうわっすごいなと4人であのパワーっていうのがすごかったなと思ったんですよ、ね、でも一番いい時見てるんでだからやっぱ俺たち6年しかやってないんでバンド、はい、しかもちゃんと売れたのが最後の3年ぐらいなんで、はい、<laughs> その前は割とそのなんていうのちっちゃいあの車に乗ってさ、はい、大阪とかに行くんだけど、はい、もうほ一人声援の宿とか。はい もうすごい生活してたんで人に見見せたくないみたいな。あいやだけど我々はそのやっぱりボ,ボーイのドリーミムから入りましたけど、うん、おいおいこう前に行きましてですね。やっぱパンクバンド時代の、うんあ,えー、あのチキンジョージやってた頃の。ああはい。お湯までこう集めてですね。なるほどね。ええー、聞いてた記憶ありますね。来、うん、ましたねチキンジョージね。はい、でもね神戸とか大阪に泊まれなくて、はい、いつも京都の六角ハウスっていうその安い宿にこう。はい やっちゃすぐに帰るわけですよ。<ー>で、一時まで風呂やってるから、はい、今から帰れば間に合うから行けるみたいなね。<laughs> そういう生活でしたからね、<あ>この。うどうでしょう。むしろその売れるまでのその期間の方が思い出としてた、ね。そう面白いかもしれないね。結構亀山さんもよくあのファーム時代の話をしてくださいましたけども、はい、一軍に抜擢される前のしんどかった時代の方が印象に残っている部分もある、ね。そうですね。あのステージっていうか一軍甲子園に立つんだと思っている時の方が思い出としては。は うん、非常にこう<ー>失敗もたくさんあるんですけど <laughs> まあ今でも言われるのはそこしか言わませんもんね。 売れてから朝起きなかったよりもお前前からは全然起きもんな言っていうことのが多いですもんね <laughs> そうか。寝坊って新聞に載る前から朝は苦手だったの、はい。そうなんです。何よりマと。<laughs> ちょっと野球の話もしようかなと思うんですが、はいはい、タイガースファンの高橋さん、はい、今年の阪神タイガースの戦いぶりどんな風にご覧になってますか。うんな,なんかねこうじりじりしてるんだよね。生きそうです。一瞬さ首位取ったからこれは生けるのかと思ったらまた。 じくじくっとこう下がってきちゃうからじりじりというかねもうちょっと頑張ってほしいんだけどねもうでもねもう敵にマジックついたからねちょっとねいや本当に阪神ファンだなと思ったのは首位になった瞬間に行くんと思うと思うが阪神ファンなんですよね、うん、<laughs> そうそうそう、えー、<笑><笑>あっや,や,やったこれい <laughs> 行ったぜって思 <laughs> 一瞬思ったんだからそんな甘くはないんですけどこれ極端な話開幕戦でタイガースが勝ってジャイアンツが負けた時点で今年はもらったっていうのがタイガースファンですからね<ー>えー。 まだ143社あるの。に <laughs> いや、もう、だから、もう、さ、尼崎の、あの、ね、あの。商店街の。商店街の、あの、マジックがどうなってんだっていうさ。そうですね。なんで関東にいらっしゃるの、そんなことまでここ。詳しいですけど。あそこ、面白いって言われて、見に行った。行ってるんですよ。関西に行った時。ああ、本当に回ってるわ。そうです、うん でもうダメになるといきなり止まっちゃうわけやん、ねはいで,ね、<laughs> でもタイガース優勝っていうのは本当に阪神ファンにとってはもう間違いなく夢というか最高です、ね、だから85年の時はね、はい、ちょうどまだボーイがやって売り始まった時に、はい、その29年ぶりに優勝したでしょ、はい、あの日ねちょうど俺大阪がいたんですよあっそうなんですか 街、ま、が騒がしいぞと思って、はい、ひょって見たらもう道路とかさすごい人なわけよ。でなんか阪神デパートに何かその買ったんで、はい、優勝の品物でも記念で買いに行こうかと思って、はい、あの梅田の地下に降りてったら、はい、もう身動きできないまま <laughs> <ー>さ押されて阪神デパートまで、ねはい、連れてきました、ね、<laughs> え他のののメンバーの方はごの球団とかああるんんですか全然あの野球、ね、あんまり興味なくて で氷室くそを買ってとか阪神買ったぜとかあそうみたいな感じで,<ー>で俺はそのあんまお金なかったんで、はい、帽子とかさタオルとか買ってくんじゃん何買ってきてんのみたいな <laughs> <laughs> それなんか大阪のおっさんやでっていう,いうような感じしか言われなかったからね、はい、なんか半分ばかにされて終わりましたよ、ね、ただイメージで言うとそれが普通のミュージシャンかなと思いますけどねええ。 でもタイガースファンで、はい、ボーイで高橋さんがそうやって85年の時に一緒に大阪で喜んでくださってたのはすごいですね。いやいやもう嬉しいですね。はい。だからもう我々よりどっちかと思うと先輩ですよ。はい。タイガースファンとしても先輩ですからね、えー。そのファンの中で私は一瞬だけこう入らせていただいた選手だということですから。はい。 でも85年にまあ日本一になってから、はい、そこからしばらくいわゆる暗黒時代みたいなのがありましたもんね。新庄君とかね、はい、結構鳴り物がなくなっちゃったりとかさはい、はい、してさ俺神宮に応援に行くんだけど <laughs> <え>シーンっんで応援しねえんだよ」っていうような。はいはい こととがあったりとかねうちの息子がめっちゃ新庄好きで、はい、もう5番背番号5番がもうめちゃめちゃうもうこの辺にはっつけたぐらいの子だったから息子と一緒に応援してたんですけど神宮もじゃあ時々行かれてドームはねなかなかチケット取れないんで神宮でヤクルト戦が、はい。 見んのがすごい一番楽しみだったね。今でも神宮は阪神ファンの方が多いって言われるぐらいですから。あのちもちろん余分よりも阪神の,しの多いですよ。<laughs> あの中に高橋さん親子もいらっしゃるんです。もちろんもうのもあのメガホンも割れんばかりにもう,うち何本あるかな二十本ぐらい半々に分かな <laughs> だから行く段階に買って思いっきり叩いてやるとやっぱ。 れるでしょ次また行った時また新しいの買あ、20本あったのは僕の現役時代14本しかホームラン打ってませんから僕ののホームラン本数多いあとあのハッピーもねいろいろなバージョンがでかい虎のやつとか縦じだけのやつとかいろいろありますよね。あそうでいやいやいや。ボーイの曲は全部好きという亀山さんなんですが特に亀山さんよく聴く曲は実はバラードだと。 いいう話も伺いましたそうでただねあの僕やっぱりドリーミングから入りましたけど、うん、寝る時に下宿で一番落ち着くのがあのジャスターヒーローだったんですね。 ああ、どんどん。わかる人しか,分か、い分かります。<laughs> あの、ドラマとしてはどうなんでしょう。あの、すごく激しい、そのアクションがある曲が好きと言ってもらえる方が嬉しいのか。バラードもいいですよって言ってもらえるのは、結構嬉しいの。どっちも、どっちもだからね、ねなんか、そんなに、ね、あの、こう、本当に、ゆったりした曲って、うちない、本当、ジャスターヒルぐらいだよね。ねそうなんですね。 っっとししゆっくりした感じの曲、はい、でも最後に「じゃあ10過よって来ちゃうから「<laughs> そうそうみたいな感じになるじゃん」ってますからねよくファンの方にも高橋さんお会いになると思うんですけれども、はい、あのこの曲が好きだったとかあそこのステージ行きましたよっていうふうに言われるっていうのはい,かがですかいややっぱねもういやそれは君だしその見れたのはラッキーだぜぐらいのノリなわけですよ本当に。はい そんな3年しかね本当に,人,に人目に触れて3年ぐらいの時だけでもうす解散しちゃったんでだからみんなあの DVD とか、まあ、今一生懸命見てるみたいだけど、うん、その生を見た人たちっていうのは当時だからインターネットもそれこそ携帯電話もなくてそうそうそうファンの方が口コミでどうもボーイっていうのは終わってしまうらしいっていうのがあっという間に広まってすごく最後もムーブメントになりましたよね。 だって終わった後、解散された後にも、あの映像を映すライブみたいなのがありましたよねあ、はいはいはい。あのフィルムにしてね。そう,そうです。フィルムイベントとかね、はい、いろいろ。でも行きましたもん。<う> <laughs> 泣けたでしょう。でも。なん、えー、でやめちゃったんだと思いました、ね。はい、でも、プロ野球選手アスリートもそうですけども、はい、頂点で。 パッとそこでキャリアが終わるっていうのはものすごく強い印象を残しますよね。はい。いやだからね、ああ,あ,あいうとこからこう我々も学ぶことありました。その引退の美学って、はい、いろんな辞め方があるんですよね。うんうん、はい。だからいい時にスパッと辞めるっていう普通はなまあもったいねえとか思うけど、それが一番こうなんですか、ね、やっぱり我々の中にずっとボーイという。 バンドが伝説ととして残るののはそうういこなまあ潔いというかね、はいうん、まあもちろん俺らはあんまやめたくなかったんだけどね、はい、まあとにかくその4人で決めたことなんで、はい、ちゃんとこうバンド1員になったりとか、はい、トップ取ったらやめようぜみたいな話は前からしてたんであ<ー>その後はもうそれぞれ一人一人が、はい、あの自分の思うことをやればいいじゃないっていう話はずっと伏線としてあったんであなるね,ね、喧嘩して別れたとかそういうのじゃなくてはい、はい、ちゃんと 売れたたららやめようっていうい話をう、ね、鼻かかしてたあそうですか、うん、いやもうさん今クロの後ろにいでも亀山さんもね、はい、あのまだまだ亀山さんもできるだろうっていう声がある中で、はい、もちろん怪我もありましたけども、はい、ご自分で決断をなされたという背景にやっぱりその,憧れのボーイの美学なんかももうそれも多少なりとあるでしょうねだからピンチヒッターで代打の切り札として生きていくのもあるんですけどやはりファンの皆さんが知っているのは。 飛び跳ねて打って守ってヘッドサイディングしてっていう亀山のイメージなのでそれができないならもうユニホーム脱ぐしかないなそこを抜くことによって新しいい若選手がが出るる枠生まれわけですよね自分たちのその枠が欲しくて下からつついてた時代があったのでいつまでもいるとなかなか力のある選手がねそういうのもちょっとありましたね正直ね。 あのよく野球をスタジアムでご覧になると思うんですけれども、はい、どんなところを野球を見るときには高橋さん注目ししてらっしゃるんですかどうだろうやっぱあの外野手とかがあのこう補佐すると,とことかやっぱ一番グッとくるねあの条件<ー>で冷蔵庫ーみたいなああいうとこな、ね、い,いけみたいなところがあるから、うん、まさに亀山勉のことを言ってますよ。嬉しそうだ 高橋さん流のこう野球観戦のなんていうんかコツというか俺こんなふうにして見てんだよ家でも球場でも結構ですけどうどうだろうとにかくなんかあの応援してるチームがねやっぱりこうちょっとでもあの勝てるようにとかまあうちでもおお,お,おみたいなのをやっちゃうんですよ俺 <laughs> ついつい行 <laughs> けみたいなね <laughs> じゃあこう割とこうリラックスしてビール片手に入れ込みで。 ちょ,ちょっとこういう感じでちゃんと「バカ今の今の審判あれボールじゃねえの?」みたいなこ <laughs> <laughs> い,いながら「ダメだなこいつ」とかうんそうそうそう,そういやだけどいや確かにないや僕想像したらすごいと思いますよはいえめちゃくちゃ売れたねバンドのあのー、ドラマーがですよねメガオン叩いてるんですよ <laughs> 合わねってピッチが合わねえのとこないですか <laughs> それはないですけど <laughs> あの一生懸命ねもう息子とかが先にあの応援歌をみんな覚えちゃうわけ、はい、あので俺はなかなかその覚えられないんで、はい、心情とあれとこれ 3, 3人4人ぐらいしか分かんないしさでもまあ これだからみたいなで結構違うんだよね一人一人ね本本色だから余計違和感がいろいろあるんじゃないですかええお話尽きないんでございますが音楽活動のことも伺いたいと思います。高橋さんは現在も音楽活動もちろん続けていらっしゃいまして特にこれ放送の前日昨日になりますが愛媛の方でも福島の震災支援の活動についていらっしゃいます。チャリティーライブをはい結構全国もう三四十箇所もう震災の後やってるんですけどあのボーイの元 メンバーの方も含めて、東日本の後精力的に活動。皆さん続けてらっしゃる。やっぱりその関東および東北への思いっていうのはすごく強むのがありますか。かまあ、僕出身が福島なんでね。なん、はい、とかこう。福島がちょっとでも良くなってくれればなという思いで、あのやってますけども。うん、まああの福島でね。やった時、あの震災の次の年かホテさんね。あの声かけたら一緒に。 行くぜって言ってギター長で来てくれて一緒にやったりとかもしてるんでう本うに嬉しいですよね亀山さんもスケジュールで言うとこの後いわきに行かれるんですよねいわきいや郡山ですね郡山で野球教室がはいありますだから音楽が好きな子は音楽でで野球が好きな子は野球でそれぞれに震災から元気を取り戻すというかそういう活動されるわけですもんねそうですねだから自分たちがやっぱり 一番やってきたことで何か力になってくれるわというのは、そうだね。ね、はい、本当にあの福島の郡山のこ,こ子供たちには、ね、よろしくお願、はいしました。いろんな人がだからそうやってしたら子供たちはそれを選べばいいわけですよね。はい。 そんな高橋誠さんの福島復興チャリティーライブが大阪であります、はい、これボリューム4ということですので4回目なるんですね。すはい、クロスオーバージャパンロッキンカバーソニックというタイトルもついています、はいえー、次回は 10月の20日の日曜日、はい、10月20日の日曜日場所は大阪江坂のミューズホールです、はい、大阪江坂のミューズホールであります講演内容についてはウェブでご覧いただきたいと思います Google などの検索サイトで高橋真で 復興支援ライブ大阪と打ち込んでいただければ、すぐに出てまいります。はい、チケットのお問い合わせは、零六六三六二一一八八までお願いいたします。詳しいことは、まずはウェブでご覧いただきたいと思います。十、はい、月二十日日曜日、江坂のミューズホールです。こちらはどんなステージになりそうなんでしょうか。まあ,あの、ボーイ好きな子たちが集まってくれて、まあ、僕がまあ、ボーイの曲をドラム。はい、彼らと一緒にやるという。<laughs> いいっか。 10月20日, <laughs> 日程はどうやろうな、話の日程は。ビズのマネーージャささんに調べておいいください <laughs>、はい、でも、若い、それこそ糸井選手のような、あるいはもっと若い人たちにも、ぜひ曲を聴いてほしいし、昔、ボーイが好きだったという亀山さんの人たちにも、はい、ような人たちにも足を運んでほしいですよね。うん いいろんな思いで,で、はい、しますもうちょっと前に全部今ブルーレイから全部出たとこですからね、はい、もうちょっと去年の暮れからね <laughs> 今年の,あの3月4月にかけてかなりあの盛り上げていただきましたあれでがっつり頭の中つり込んだ人が集まってくると思いますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、え最後になりますけども 阪神ファンの高橋誠さんから今の阪神タイガースへちょっとエールを送っていただきたいと思うんですけどいやもう本当にねあの粘膜ば優勝なんですけど、まあ、敵にもマジックが出てるんでなんとかこの2につけたままですね、はい、ベタっとひっついていって最後にポコッと。<laughs> <laughs> <laughs> テナントもあれですけどクライマックスシリーズもありますんねそ,うですそれも言ってほしいなと、はいうん、たまにはそういうのもいいんじゃないのっていうね一位ももちろんいいんですけどちょっとこうひっくり返してくれない嬉しいですまあジャイアンツ相手で東京ドームは今年は相性がいいですからね <laughs> うんうん、うん、そうそう、はい、最初の人はずっとこっちにつけてんだからクライマックスで行けば東京ドームでやりますので1位と2位でいけば、はいはい 最後にに亀山ささんんかかから高橋さんに何かありますすそうですね僕これだけ聞きたいんですけど、はい、ボーイの曲の中で、うん、高橋真子さんが一番好きだったたた、まあ、きがいがあったというのでもいいんですがそうだ好きだったっていうよりも、ねあのはい、最後の,、ね、あの「季節が君だけを変えるは、ね」はちょっとグ、ね、ッ、はい、とくる曲なんであ,<ー>あれはちょっとこうき、はい、ますね。あ それから飲んでるときちょっとだけ自慢させてもらっていいですかそう言ってたよというのだけ、はい、<laughs> あうごす今日のスペシャルゲスト高橋誠さんでした本当にどうもありがとうございましたありがとうございましたボーイのドラマ高橋誠さんでしたね、僕が一番好きな歌はもう季節が君だけを変えるです <laughs> <laughs> 亀友スポーツマンでこの後もまだまだ続きます 亀友スポーツマンデーは放送開始以来4年と4ヶ月そしてその中で最多ゲスト出演を誇るのがセレッソ大阪のアンバサダー森島弘明さんでございます今週はスペシャルということで森さんにセレッソ大阪のこの「カメトモ」が始まってから過去5シーズンの歩みを一緒に振り返っていきたいと思います森さんよろしくお願いいたします。ままずはこちらからかきましょう 今から4年前「亀友モスポーツマンデー」が2009年に始まりました現役を引退しアンバサダーに就任したばかりの森島弘明さんがレギュラーメンバーとして出演スタート、うん、また2007年の降格以来 J2 で戦っていたセレスはこの年 J2 で2位となり J1 への昇格を決めています、うん、初登場は放送第2回4月13日ご飯のともには代表でも。 愛用しししてていいたなめたたをご推薦いただきまそセレッソはクルピ監督のもと香川真司選手乾選手のコンビが大爆発した年でした、はい、森士さんの8番を受け継いだ香川選手が27ゴールで J2 の得点王また乾選手も20ゴールをマークするなど驚異的な活躍を見せました。 そう香川選手ブレイクしたのはジェ時代だったんですよね。そうですね。まあこうインパクトありましたよね。うん、でもこの香川伊鈴、うん、っていうね、うん。だからドルトムントに行ったときに本当にニ部にいた選手なのかっていうふうに向こうの人たちが驚いたっていう話ありますもんね。うんそうですね。まあジェイワンでもう活躍していきましたけど、はい、まあただ本当にその活躍ってものは十分ね。 J1 の,の舞台で大活躍できる、はい、っていうだけの活躍はしましまたからね、うん、森さんがアンバサダーになってからまさに新生セ,セレッソがスタートした年と言えるかもしれません2009年。はいはい、そして亀山勉さんは7月22日湘南ベルマーレ戦に 場内 F. M. 放送、F. M. 長井に出演しました。はい。あの、永井スタジアムの中にあるんですよね。うん、そうですね。F. M. ブースが、はい。森氏がほとんどサッカーのこと言わないっていう。いやいや,いやいや、<laughs> 言ってるか。言ってます。ちょ、<laughs> ちょいちょい言うてます。うわあ、言ってるイメージがすごい,強いですよ。<laughs> <laughs> 普通に観戦してるっていう、まあ、D. J. のリスナーさんとともに。楽しくお送りしてるわけですが、ゲストでよ、呼んでいただいて、神山さんが登場。そして、当時のキャプテン、羽田健二選手と引き合わせていただきました。はい。 え羽田選手現在はセレッソ大阪のスクールの方でコーチとして活躍されてます、はい、本当に人柄も素晴らしくてチームを引っ張る姿勢がまた素晴らしい選手だったわけなんですが、うん、初めてお会いしたのもこの2009年でした、はいえー、羽田キャプテンにはご出演もいただいたという年になっております、はい、そして変わって2010年です J1 でスタートした2010年シーズンセレッソは開幕から好調維持5月には香川選手がドイツに旅立ってしまったものの家永選手乾選手そして清武選手らがその穴を埋める大活躍チームは J1 で3位クラブ史上を初めてアジアチャンピオンズリーグ ACL への出場権を獲得しました。うんうん 前年 J2 だったチームが J1 昇格を果たしたその年に ACL 試乗権を獲得したのは史上初めてということになりました森さんこの2010年っていうのはセレッソにとってどんな年でしたかいやもうここに今言われたようにねあの史上初めてとなる ACL というかまあ香川が途中で抜けた中でどういう戦いになるかなって言われた中で、うん、まあ歴史的なね本当にこう ACL に出れるっていうことを獲得できたっていうねもう忘れられない年になりましたよねこれはね、うん。あの今のセレッソもそうなんですがよそから大物を取ってくるだけじゃなくて自前の選手をどんどん育て上げて強くしていくというスタイルがまさにここ花開いた最初が2010年だったような気もします、はい。そうでですすねね、まあ、本当に今のこのののこセレッソのね土台を築いていいてく中でのすごい、ね あの大事な年でもあったと思いますよねまあ前年の2009年から我々本格的にセレッソのことを知り応援もさせていただいてたんですが、はい、やっぱり亀山さん応援してるチームが強くなっていくっていうのは嬉しいもんですよね嬉しいしやっぱりアンバサダーが良かったんだね <laughs> それはアンバサダーが早くやめてよかった <laughs> いやいやそういうことじゃなくてやっぱりアンバサダーがしっかりと選手やピッチの上で <laughs>、はい、その周りをしっかりとサポートしてるからこそ。<ー> このスタイルが確立されたんじゃないかなと。でも亀さんがこうセレストにき出してセレストが強くなっていってるということですからねこれは。もう読んでくれてありがとう。<laughs> <laughs> あ,ありがとう。そう当時あのいい方のジンクスっていうのがありまして亀山智が FM 長井に応援に来た時には負けないとい、はい。うん いう幸運の法則みたいなのが生まれまして、三試合応援に行ったんですが、全勝です。うん、引き分けじゃなくて、勝ってるんですよね。はい、勝ってる。勝ち点三だったんですよ。うん、で、FM 長井出演後の長井公園の周りで、亀山さんを見つけたセレッソサポーターの方が、なんと、亀山勉のヒッティングマーチを合唱してくださった。感謝の気持ちを込めたというようなシーンもありました。はいうん、そう、嬉しかったんですけど、あれ。 お前たち前は甲子園にいたのに、なんで今中にいるのかっちょっと今、疑問を感じつつですけど、嬉しかったね <laughs> <laughs>。野球から鞍がえみたいな。<laughs> そう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 、そういうことだそういうことよね、だって。<laughs> ああでも、それは亀さんが連れてきてくれたんじゃないです、ね。いや、だから、俺もタイガースのアンバーサダーんなきゃいけないのかなって、一瞬思ったけど。<laughs> 全く及びがないね。そして、2011年です。 家永選手そして羽田選手らが移籍してスタートした2011年シーズン ACL との過密日程がつな続く中新チームは健闘、天皇杯ではベスト4に残るなどしましたただこのシーズン限りでクルピ監督の退任も発表された年でした ACL と両方やっていくっていうのはまあそうですねまあ今までにない海外のねあの、まあ、移動とかも含めて、うん、リーグとのこうね両方をうまくバランスよくっていうなかなかこれは難しいなっていうのをいい形で経験したと思いますよ。惜しくも ACL はベスト8で敗退しましたがその激しい戦いは今の今もセレッソサポーターの間では語り草となっています。やっぱりその 厳しい試合を経験することでチームは成長していくという部分もありますよね、うんまあ、まさにこうやってね本当にこう自分らで勝ち取れないとこの経験というのはできなかったことで、はいまあ、自分たちがそのアジアの戦いに、ね、挑めたということでなかなかこうリーグの調子は上がっていかなかったですけどその経験というのは今につながっていると思いますよねそうですね。 2011年シーズンはチームを支え続けた乾選手がブンデスリーガのボーフムに移籍その後キム・ボギョン選手そして清武選手らが奮闘を見せて活躍をしました、うん、一方モリスさんの番組出演も3年目、はい、スタジオ内でマイクより乗り出して喋ってしまういわゆるオフサイドが あまり見られなくなってきたのもこの年ぐらいからとディレクターは書いています原稿にねだから森氏でも3年かかったんだよミスターセレスソでも3年かかったんうですわ。オフサイドだっちゅうのにどうしても気持ちが高揚すると前に出てしまうゆ伊集さんが困っちゃうっていうのがなくなってきたのも3年目ぐらいからそのうちヘッドセットにしようかとどこへ動いてもいいよにぐらい言ってたんだからね最初はこの間僕の後輩の松本麻衣子アナウンサーが言ってました 先日インタビューをさせていただいたんですけども、はい、ものすごくおしゃべりが達者になってらっしゃるんでびっくりしましたと、うん、やっぱラジオってすごいですねとあもうもう神社さん育てていただいてますから本当あの褒められて伸びるタイプなんでどんどん褒めてもらった方がいいかもしれないですごいし育てたんじゃない、はい、育ったいや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 もう <laughs> 環境が育った。いやいやもう意識をさせていただくというのも大事ですからねそして出演4年目の2012年です クルピ監督に代わったソアレス監督のもとスタートを切ったセレッソニューチームですが開幕からこの人たちは苦戦でしたシーズン終盤には再びクルピ監督が指揮を取ることが発表されていますまたジュニアユースから育ってきた山口ホタル選手大木原選手がこの年の開幕からスタメンに定着現在のセレッソの礎が築かれた一年でもありました、うんうん、ま最後まで 残留争いに巻き込まれてしまったセレッソ最終順位は14位だったんですが、はい、えセレッソから招集された大木原山口そして杉本健佑選手がロンドンオリンピックで活躍という面もありました。はい、厳しい面もありましたが、新しい面もどんどん育っていったのが2012年でしたね、はい。まあそうですね。まあそうやってね、まあチームがうまくこう。 機能しなかったと、まあ、本当にこう選手が出入りが激しかったので、はい、なかなかこう集中できなかった中で、まあ、その選手たちがまあいろんな経験を積んで、帰ってくる年でもあったので、そういう意味では、非常にね、あのこのシーズンというのもうまくいかなかったところも含めて、新しい選手がまた活躍していくというね、まあ、いいきっかけになったと思いますけどね。しかし、考えようによっては、こ番組の中の流れもそうだけど、 ほとんどこう、まあ、セレッソ経由した選手も含めて、はい、代表組にも,もっとセレッソとい、ね、うの、ん、は、うんうんね、この年で今言った山口、荻原というのもね,、はいね,うんねうん、その荻原選手についてメールいただいてますラジオネーム誠ちゃんという方なんですが、はい、最近の荻原選手スタジアムで見ていると横パスとかバックへのパスが多く。 好調だった時の攻撃的な縦パスが見られなくなってきたような気がします。森さんの意見を教えてくださいといただきました。まあ、横パスと後ろのパスっていうのが、まあ目立つような感じはしますけど、うん、まあそれだけやっぱチームのバランスっていうのも考えながら。うん、まあ相手もね、セレッソの戦い方っていうのをわかってますから。まあ、バランスを取る中での。 まあそういういちょっとこの後ろのパスとか横パスっていうのが気になる状態だと思うんですけど見てると全然、調子いい時はときは荻原選手のパスからですから、はい、まあそういう意味ではどんどんまた調子も上がってくると思いますし決して悪いっていう感じではないですよね。大丈夫だそそうです、はい、そして今年年は 先ほどからコメントにも上がっています森氏さんの栄光の背番号8を受け継いだエースの柿谷陽一郎選手が大爆発悲願の初タイトルを目指して熱い戦いが続いていますこうしてみると番組とともにというかセレストとともに我々の番組も会いませていただいた面もありますねそうですね番組のた,ためにもなってます、はい、非常にもうセレストもいい形で上がっていってくれてますからね今4位です ますます上を目指していただきたい、はい、セレッソですね森さんいやもう本当にね優勝というものを常に意識しながらね、はい、一戦一戦戦ってほしいですねね8月31日がホーム長いスタジアムで川崎フロンターレ戦ですセレッソのホームページチェックしていただいてあなたもぜひ長いえ 直接生で選手を応援しに行ってあげてください。よろしくお願いいたします。はい、まあ、我々の出身チームもね。みんな頑張ってくれますけど、はい、我々もさらなるスキルアップ、うんはい、飛躍して、これからも頑張って参りましょうよ。<laughs> 頑張りますよね。はい、はい、次回は40回目の出演となります今回は森島弘明さんが特別ゲストでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したそれではまた来週です。さようなら。